アラン・ホールズワース、ジミー・ジョンソンと演奏する、ワッカーマン・チャド・ワッカーマンは、アメリカ合衆国のジャズ、フュージョン、ロックドラマー、フランク・ザッパやアラン・ホールズワースと共演している。彼は、バンドメンバー、セッション・ミュージシャン、サイドマン、そして彼自身のバンドのリーダーとして働いてきた。共にドラマーであるジョン・ワッカーマンとブルックス・ワッカーマンの兄である。 チャド・ワッカーマンはカリフォルニア州シール・ビーチで音楽付けの家族に育った。父親であるドラマーのチャック・ワッカーマンは高校と中学校の両方でジャズを専門に教えてきた受賞歴のある音楽教師である。チャドと彼の兄弟、ジョン・ワッカーマン、ブルックス・ワッカーマンはみな熟達したドラマーであり、マルチ奏者である。ジョンはドラムデュエッツボリューム1というタイトルのアルバムを 録音した。チャドは1978年にビルはトラスバンドに参加し、1981年から1988年まではフランクザッパと共に仕事をしている。ザッパのバンドに加わることは容易なことではなかった。ザッパは高い音楽水準を要求し、リハーサルやツアーにおいて厳しい規律を課した。スティーブ・バイト、チャド自身によれば、 彼のバンドのオーディションは大変なものだったという。とりわけ、もう N ハーブ、S バケーションとザ・ブラック・ページの2曲は何曲とみなされていた。ザッパのキャリア全体の中でも、バッカーマン、テリー・ボジオ、ビニー・カリュータという3人のドラマーは、要求に応える、見事な演奏をすることができたと言えよう。ザッパのロックアルバムやツアーに参加したほか、チャドは1983年に、 ロンドン交響楽団と共同でザッパ作曲作品のコンサートとレコーディングセッションを行った。1985年、チャドはオーストラリアのロックバンドメインアットワークでツアーを行ったが、レコーディングには加わらなかった。バーブラストライサンドのアルバムワンボイスで演奏し、サポートするビデオに出演した。また、アラン・ホールズワース、スティーブ・バイ、アンディ・サマーズ、エドマン アルバートリー、コリンヘイ、ドゥイージル、ザッパ、トム・グラントなどの多様なアーティストとアルバムをレコーディングしツアーを行っている。チャドはさらに最初のデニス・ミラーによる深夜のトークショー番組でハウスバンドのドラマーも務めた。チャドはまた、ジェームス・テイラー、マーク・クリン・ウェイカー、ラリース・スウィーニー、ジョン・パティトッチ、ジェフ・ローバー、ジョー・サンプルに伴ってのツアーを行い、 雑把仲間であるテリー・ボジオと一連のオールパーカッション、コンサートにおいてもツアーを行った。チャドは1995年から2005年までの10年間、オーストラリアに住んでいたが、2005年7月にカリフォルニアへと戻った。ドラマーのマルコ・ミンネマンに代わって、チャドはスティーブン・ウィルソンのアルバム、レイブンは歌わないをサポートするため、2013年までウィルソンのバンドとツアーを行った。 現在のチャド・ワッカーマントリオはチャド・ワッカーマン、ダグラン、マイク・ミラーで構成されている。チャドのソロアルバムにはアラン・ホールズ・ワースからのギター演奏の提供が含まれている。ありがとうございます。